レイクタイム。はい、どうもこんにちは、ロクゼルオレです。今とても謎な環境でスーパーマリオメーカーを撮っております。ですね、このカメラの下にティッシュがありまして、このスライドパッドの下にシャーペンの芯があるという、とても謎な撮り方です。今日はですね、僕の、作ったコースでね、大量のドクロを全部動かし、集まったドクロに乗ると虹色ビームっていうね、動画を出したんですけれども、そちらの動画のコメントですね、マリオメーカーを持ってない人が、見れないじゃないかということで、その人のために、マリオメーカー持ってない人のために虹色ビームを出していきたいと思います。で、虹色ビームっていうタイトルの動画が僕のチャンネルにあるので、そっちを見てからこっちにまた戻ってきてください。それではいきます、せーの。はい、というわけで虹色ビームです。このマリオのドヤ顔で、ここに、はい、でゴールです。でですね、実は、この、虹色ビームじゃなくて、僕、もう一つ出してるんですけど、頭で宅急便っていうのを出してるんですけど、もしもマリオに1の0があったらっていうのの方が、人気があってびっくりしました。まあ、いや、そっちも一応遊びましょう。俺の顔はさ、いちいち黒くなるたびに見えちゃうから、気をつけなきゃ。はい、はい、というわけでね、はい、死んでしまいました。1の1より簡単なはずなのに、バカですね。本当原作にありそうな感じになるべくしてます。意識全然それっぽくねえよみたいな感じですけど、入れる。これ結構前に作ったんでね、自分でも忘れてる。で、あ、スターがあります。なんでここにスターを入れたんだろう。こっちがいける。すげー強調してますね。危ない危ない。はい、最後なんかピンボケが激しかったですね。どうだったでしょうか。というわけで今回はですね、もしもマリオに1の例があったらと、大量のドクロを全部動かし、集まったドクロに乗ると虹色ビームというわけで、こちらのコースを2つやってみて、3つの ID を公開しました。まあね、皆さんも、この虹色ビームの動画を見てない人はぜひぜひ見に行ってください。というわけで、遊んでみてね。初心者なんで甘く、多めに見てください。というわけで次回の動画でお会いしましょう。シグマ。シグマ、マニアックすぎる。